横浜港未来21マリノスタウンマリノスタウンは横浜市西区の港未来地区にかつて存在したサッカー練習場を中心としたスポーツ施設横浜 F マリノス MM21 トレーニングセンターの通称日産自動車が整備し同社が運営に参画する日本プロサッカーリーグ横浜 F マリノスが本社及び練習施設を置いていたまた アトラシアンの日本オフィスも投資説内に入居していた。それまでフ・マディノスの活動拠点は、本社事務所と株組織の練習場が日産新小安グラウンド、ホームスタジアムが日産スタジアム、練習場並びに、クラブハウスが元フリューゲルスの練習場であった、トツカトレーニングセンター及びホームスタジアム資金の日産フィールド小机と、 横浜市内に分散して所在していた。2004年11月29日、クラブハウス事務所機能を集約させ、運営面での機能の向上とトップチームから下部組織を施設の整った練習場にまとめることによるチームレベルの総合的向上、また、クラブ、サポーター利便性の向上、地元横浜市との地域密着などを図るため、 独自の都市部型サッカータウンの建設計画が発表された。設立、運営に関しては、F マリノスの親会社である、日産自動車が横浜市との間で10年間3億円の定期借地権契約を締結し、日産が施設を整備した上で、F マリノスに年間1億円の賃料で貸し出す、形式をとっている。2006年6月27日に一部施設が先行オープンし、 2007年1月27日にグランドオープン。クラブの全機能は投資設内に移転された。なお、クラブハウス内の選手食堂は衛生面の問題で一時は設置が見送られていたが2007年7月23日より稼働した。また、隣接地の多目的球技場、横浜港未来スポーツパークは、株組織の練習、試合等で使用されることが多く、 事実上一体運用がなされている。2006年12月と2011年12月には FIFA クラブワールドカップで来日した FC バルセロナが2007年12月には同大会で来日した AC ミランが練習場として使用した。なお、クラブハウスの設計には岡田武史元監督の意見が取り入れられ FC バルセロナのクラブハウスも参考にしている。 2014年1月、アトラシアンの日本オフィスが投資設内のイタリアンレストランなどがあった場所に移転したが、2015年10月に馬車道地区へ再移転した。定期借地権契約は2016年5月までとなっていたことからクラブではマリノスタウンのあり方を再検討。借地料がクラブの財政面での負担となっていたことから、 定期借地権契約の非更新と投資説の閉鎖が決まった。トップチーム及びユースチームの練習拠点とクラブハウス機能はホームスタジアムである日産スタジアムや新横フットボールパークなどがある新横浜公園周辺にそれ以外の育成組織については横浜市内の他の会場へそれぞれ移転することとなり投資説は2016年1月に閉鎖された。 2016年8月時点でマリノスタウンに存在した建物は全て解体されて、跡地は更地となっている。横浜市では隣接する横浜港未来スポーツパークの敷地とともに、返却後の60.61街区では大規模、集客施設を整備する方針であったが、音楽アリーナなどで構成される K アリーナが、 健康オーポレーションが主体となって建設される予定で2019年2月に事業認可を受けた。横浜 F マリノス MM21 トレーニングセンターを示していた看板。ありがとうございます。